おはメロン、ちめろだよ。来たんだよ。はい、今日はね、あきたんのね、顔をね、新しい顔にするためにパン工場にやってきました。誰が分かんない。メロチ、整形大好きじゃん。リフト TA クリニックさんで、メロチ以前リフトアップとあのアゴヒアルとかやってよかったから、一緒のね、あきたんね、メニューでそう、やろうかなと思って。先生の手にかかればこうなると思うよ。早速ね、あきたん顔を取り替えてきます。ゴー。緊張するね。緊張する？緊張しない？あ、まあね。めっちゃアーモンド乗ったら。アンパンマンって言われなくなるやん。5回です。着きました。めっちゃ綺麗。え、めっちゃ綺麗じゃない？ここ待合室なんですけど、綺麗だね、うん、じゃあよろしくお願いします。先生、ちょっと鏡持ってみてください、はい、どの辺気になりますか今？ここ顔周りだ。輪郭丸い感じで優しいイメージですごくいいと思うんですけど、ちょっとグッと噛んでみてください。エラはそんな張ってないよね。顎がちょっとちっちゃいんですよ、はい、であと口角にたるみがあるので、まあリフトアップ糸5本ずつぐらいでこのぐらいまで上げてあげて、はい、あと顎を少しこう出してあげたらいいかな。丸から三角形にちょっと寄っていくイメージにはしていきます。なるほど。で、多少腫れは出ると思うんですけど、まあすぐ腫れの方が引いてくるので 4,5 日ぐらいで考えてもらえればいいかなと思います。大丈夫そうですか？大丈夫です。はい、もうちょっとでこうなるね。新しい顔。新しい顔よ。それ、緊張してきた。うん、ちょっと怖い。怖い。まあとりあえずね、数時間後には大丈夫。まあただのダウンタイムがあるから、その間は多分アンパンマンがさらにアンアンパンマンぐらいになるから、あれで。マジで。うん、あんた詰めれなくなるね。ある意味詰まるやろ。全世界に輪郭を晒し上げてしまった。今まで散々隠してきたのに。これが現実です。これ多分最後やね、俺のこれ見に。そうだね、見納め見納め見納め。もうアンパンマンって言わせない。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとマッキングしていきますけど、正面向いててくださいね。顎下から4本が斜めに入ります。真上の方向に向かって入っていって大丈夫ですか？はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。結構緊張してる？そうね、注射が嫌だ。注射が嫌だ。薬品を注射していきますよ。ちょっとチクッとします。じゃあ引き上げていきます。先生、それがチームを経験したやつですか？そうです。めちゃくちゃ引っ張られる。痛かったですか？そんな痛くなかったですよ、チームは。大丈夫です。なんかそれよりも笑える。こう引っ張ってる引っ張ってる。これって大体持ちはどれくらいですか？持ちっていうか、まあ上がったところから少しまただんだん腫れしていくので、はい、1年後とかには2、3本また追加するといいかもしれないです。あー、なるほど。肌がやっぱり綺麗になりますね。あー、この糸入れるとですか？そうですね、お化粧の張りとかが、まあ男性なんでお化粧しないと思うんですけど、はい、化粧するんですよね。あ、そう、あきたん化粧してます。だいぶ変わると思います。すごい、片方5分かかったかかかってないかぐらいですね。抑えますよ。引き上げてください。めっちゃ引っ張られますよね。麻酔しててもなんかちょっと分かります。分かりますね。めっちゃ引っ張りますね。これやばいですね。じゃあ、この注射して終わりになります。はい、あきたんの顎が大きくなる。ちっちゃいって言われたからね。ヒアルロン酸の持ちはどれくらいですか？1年ぐらいですかね。1年ぐらい、うん、終わりです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あと微調整します。はい、痛くなかった、うん、麻酔がちょっと痛いくらい。あー、なるほどね。腫れてます。こんな感じで仕上がってきます。おお、腫れが取れると。で、顎が出てここシュッとして、で今ここに腫れが来てるんだけど、あー、なるほど。日に日にこれが取れて、はい、輪郭的にはこういう輪郭になってきますので、仕上がりバッチリと思います。でちょっとこの辺よれて見えてるのもちゃんと平らになってくるので心配しないでください、はい、あとは洗顔は優しめに。2週間はこのマッサージは禁止になります。あ、わかりました。大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。はい、無事終わってね、手術。まだこれから腫れが引いてきたら、ここがね、また多分ね、うん、こうなってくのかなと思う。
確かに。だってちょっとなんかあるもん、ここができたもんね、ここが三角形あるもんね、うん、輪郭綺麗になるよね、うん、メロチも一応これ5本の糸とヒアル入ってこうなってるんで、顎も出たしね、顎も出たね、手術もね終わって今から帰ります。はい、手術どうでした？緊張というかね、うん、まあ、してたけど、うん、まあ、いざやってみたらね、まあ、痛みもなく、全然痛くないよね。本当に痛くないんだけど、めっちゃ引っ張られるから、うん、ちょっとなんか恥ずかしい。わかる。こーってなるもんね。そう。うん、わかるわかる。それぐらい。うん。まあ本当痛みはない。確かに。まあそのめちゃくちゃ引っ張るのが TAC 式ツヤ肌コラーゲンリフトだもんね。他のところではないようなぐらい引っ張ってくるから。うん。ってことで、アキタンのこうなってる顔は果たしてどうなるのでしょうか。あれからね、1ヶ月経ちました、はい、今日は先生に見てもらって完成した状態かっていうのをねちょっとチェックしてもらいたいなと思って。そうですね、うん、診察していきますね。はい、はい、お願いします。じゃあ鏡持ってみてください。術前ちょっとお顔が少し丸顔で、はい、でエラが少し張ってたのと、はい、顎が結構ちっちゃかったので今回クレミエルヒアルロン酸2本分打って、あと輪郭はシュッとこう上がった感じ、はい、わかりますかね。そうです、だいぶわかりました。ここがもうシュッとなりました、はい、いい感じだと思います。バッチリです。バッチリです。はい、OK です。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、変わった、ね、めっちゃ変わった。三角形できたよ。三角形できたよ。これだったのに。うん顎できた。顎できた、よかったね。あきたん、今回どうだった、はい、この手術受けて。本当になんか多分見て分かったと思うけど、あのめっちゃ変わったし、この三角形ができたのが、うん、嬉しい。よかった、ね、あ、ね、あんまり嬉しさ伝わんないけど、喜んで喜んで、うれしい。丸顔でちょっと、ね、うん、ここがボテッとしてて悩んでる人とか、うん、そうおすすめ、うん、で一回なんかね、来てみてもいいかもしれないですね。あ、カウンセリングとかに、ね、そう、カウンセリング来て、うん、で話聞いて、うん、やってみた方がいいかと思います。そうだね、なんかオープン記念でね、40% オフでマスクもできるから、ね、お得だしね、うん、会員記念、会員記念、うん、記念かなんかで 40% オフでできるみたいなんで、まあ、ぜひ、行ってみてください。はい、って感じで、まあ、今回はね、実は僕の整形だったんですけどね、はい、まあちょっと、これ見てね、めっちゃ変わったなと多分思うと思うんで、いいあれだったかなと、分かってもらえたかなと、参考になったかなみたいな、そう、はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価、メロメロ、バイバーイ。